予選も終わりましたので、今日のトップ3を振り返りましょう。ハミルトン、ボッタス、カルロス・サインツ。これで予選は終了です。明日はグランプリの本戦になります。ぜひ引き続きご覧ください。日本の伊勢湾からほど近い美しい田舎に位置する見事な国際レーシングコース、鈴鹿サーキットへようこそ。本日の日本グランプリでは一体どんなサプライズが待っているのでしょうか。由緒あるこのサーキットは1周が 5.8 キロ、シーズンで唯一8の字を描くトラックです。エイペックスの通過速度はあらゆるコースの中でも屈指の速さ。そのため18あるコーナーでは激しい G がドライバーを襲います。勝負どころは最終試験、ここへの飛び込みは見逃せません。さあグランプリが始まります。解説はアンソニー・デイビッドソンです。田中なんですが、今日は後方からのスタートです。マシンは速いだけにかなり悔しいのでは。最悪の気分でしょうね。たとえマシンが速かろうと、あの位置ではいくらなんでも後ろすぎます。順位を挽回するため序盤は相当攻めてくるでしょうね。では予選セッションの結果、各ドライバーの順位がどうなったのか見ていきましょう。昨日の予選で最速ラップを刻んだルイス・ハミルトンがポールポジション、横にはバルテリ・ボッタスが並びます。今日の残りのグリッドを続けて確認しましょう。サインツ、ノリス、セバスチャン・ベッテル、リカルド、オコン、ラティフィ、フェルスタッペン、そして松下信春、ペレス、ストロール、ピエール・ガスリー、クビアト、ルクレール、ラッセル、ケビン・マグヌッセン、そしてニック・デブリース、田中、ジョビナッツィ、アルボン、そしてルイ・デレトラズ。そろそろスタートの合図です。トラックに目を向けてグランプリ開始といきましょう。ストラップは上出来だ。その調子だ。気をつけろ。相手に譲らなければペナルティーだぞ。消費しよう。オーバーテイクを使え。
ックでは DRS が使用可能だ。前のマシンとの差が1秒以内なら DRS ゾーンで使用できる。後ろのマシンが少し追い上げてきたぞ。前方のチームメイトとのギャップは 5.5 秒。注意してくれ。気をつけろ。前方にイエローフラッグだ。オーバーテイクは禁止だ。グリーンフラッグを確認するまで注意していろ。前のマシンとの差は 1.8 秒。 MFD を見て新しい戦略をチェックしてくれ。了解。
差は 2.1 秒。プッシュしてこのラップに入る。さあ行け。レーンを出たらレース再開だ。完了。お。スピードを上げろ。タイヤを温めるんだ。行けると思ったらオーバーテイクボタンを使ってみるんだ。後ろのマシンとの差は 3.1 秒。松下がピットに入るぞ。
3ラップ分くらいだ。チームメイトからのビハインドは 10.0 秒。時点で後ろのマシンの方がラップタイムで1秒早い。1ラップ分だけだ。
よし、レース終了だ。気をつけて戻ってきてくれ。見事な勝利でしたね。チャンピオンシップも確定です。この観客たちの大きな歓声も頷ける素晴らしいシーズンとなりました。今回勝利をもぎ取れた理由は何でしょうか。冷静さが大きな要因だったと思いますね。他のチームが浮き足立つ状況でも落ち着いていたからこそ、マシンの性能をフルに発揮させ完璧な戦略でトラブルを回避できたわけです。さあ、ドライバーが勝利を祝うために表彰台に向かいます。本日はチームの勝利でした。全てが噛み合って手に入れた勝利です。今日のレースで勝利を勝ち取ったメルセデスを称えましょう。ではポイントを確認しておきましょう。今日はランキング首位のリードが少し失われました。さて、ドライバーオブザデーについてです。アンソニー、誰を選びますか。フライングフィンですね。って言ってもフライングフィンは何人もいますが、ボッタスですよ。とにかく速かった。トラフィックのさばき方も良かったですね。メルセデスがまたも圧倒的な勝利を収めてコンストラクターズチャンピオンシップを制しました。今回もチーム一丸となって挙げた勝利でした。今回のフォーミュラー1のウィークエンドは終わってしまいましたが、チャンピオンシップはまだ続きます。次回もぜひご覧ください。大興奮ですが、余裕でしたね。レースでは大きく順位を上げましたね。今日チームメイトに遅れを取ってしまったのはなぜだと思いますか。チームメイトのホームでのグランプリでしたが、チームメイトは楽しめていたと思いますか。どうも、以上です。
これなんてどうかね。こんにちは。今日は今年何回か開催されるチャンピオン争いから離れてのイベントです。肩の力を抜き、くつろいだ気分で歴史に残る名車の共演を楽しむとしましょう。
ふむ、おすすめはこういうのだね。